のりです。動画をご視聴ありがとうございます。今シーズン2023年も一軸通信を開始いたします。私の方のですねチャンネルを初めてご覧になる方でですね、一軸通信って何って言われる方もいらっしゃるかと思いますので、最初にですね説明をさせていただきます。私ですね一軸の緑農家をやっております。でこの一軸畑の方をですね収穫が開始ができる直前の週までですね一軸畑がどのような状態に変化していっているのかっていうのをお届けしているのが一軸通信となります。またですねこの一軸通信の方では皆様のですね栽培しております一軸写真の方もご紹介させていただくコーナー、私の方ではですね投稿コーナーという形で毎年お届けをさせていただいております。ということでですね本日3月14日になります。週で申し上げますと3月の12日になります。最新のですね一軸畑の状態をお送りいたします。はい、私のところもですね剪定作業の方は全て終了いたしました。なのでもう枝はですね綺麗に短くなっている状態です。全てですね秋化剪定になっております。はい、今はこんな状態です。でここはですね見ての通りですねかなり傷んでいる部分がありましたので、今年はここでバッサリ切ってですね伸ばしてきておりました更新用の枝に更新をしました。まあ、これもかなりですね更新なんですけど立派な枝になってます。でこちらもですね同じくここもですね更新用ということでこれにですね切り替えをしております。中の方にはですねこういう形でまだ更新ができないでいる枝ももちろんあります。かなりね見ての通り傷んできてるんですが、その下にですね昨年伸びてきた、まあ、これ非勾配だったんですけど結構伸びたので、これを来年ですね更新用にしてしまおうということで、ちょっと見にくいんですけど今年はですね伸ばしてあります。ここまで来てね、ちょっと暗いね、こっちからのが分かるね。こういう感じでですね引こばえを伸ばしてここまで来てます。まあ、ちょっと細いんですけど、まあ、多分大丈夫だと思います。来年はこれはもう落としちゃう予定です。やはりですねどんどん傷んできている部分がですねどうしてもこういう寝かしてですね栽培しておりますので、傷んできている部分はもうどんどんですね更新できるような状態にしてます。でこれはですねもう昨年もうダメかなと思って切っておいたらですね少し伸びたんですよね。なんですけどやっぱちょっともうダメかなと、新しくですねこれ一文字にしてあるので、まあこれを使っていこうという感じですね。ちなみにこれを持ってやると分かりますよね、動いてますよね。もうだいぶ根張りが弱ってきていると、多分今年やったら来年はまあ抜いてしまおうと。同じような木がこちらにもございます。これもそうですね、ただこっちはですね動かないんですよねあまり動かないんですよ、意外と根が張っている状態なんですよ。ただ、こちらもですね同じように更新用と言いましょうか、新しくですね植えた、はい、こちら向こう側とこちらでですね一文字を残してありますので、まあこれも来年は切ってしまおうかなという感じです。うん、まあ本当はいろいろですね枝を出したくて、ちょっと見えるかな、ここにですねこう芽傷が入れてあるんですけど、まあここにも実は見にくいんですけどここにも芽傷を入れてですね枝が出てくるかなと思ってやったんですけど、残念ながら枝は出てきませんでした。結構ですね芽傷チャレンジはしてるんですけど、なかなかですね難しいです。向こうにも見えますか、ちょっとこう丸くなってますけど、あれそうですね。で昨年ですねこちらの方ですねかなり枝数が多かったので、今年はかなり大胆に剪定をしたつもりではいるんですが、まあ芽が出てみないとどうかっていうのは正直はっきり分かりません芽かきの時にですねまた調整をしていかないといけないと、まあ、この辺もですねかなりごちゃごちゃしてるんですよね。ここは更新用の枝といろいろですね混じってる状態なんですよ。来年はもっとすっきりさせようかなと
いう感じになってます。もうかなりですね、本当はどうしようかなと思ったんですけど、ちょっとですね置いてます。この辺はですねなかなか難しいんですよね。やっぱり切ってしまうともう出なくなってしまいますので、その辺はですねもう少し後ね、芽が出てきてやはりですね必要にないなと思った時はその時点でカットをすると。やはり剪定はこの時期ですね休眠期明けなのでかなりですね、大胆にカットがしやすいです。木の方のですね負担も少ないのでこういう形でですね大胆なカットができます。ある程度ね伸びてきてしまって芽が出てくるとちょっとですねあまり大胆に切ってしまうと、枯れてしまうリスクがあるので、この時期だからできる大胆剪定という状態ですね。3月の12日の週ですね、現在イチジク畑はこのような状態になっております。最新のイチジク畑の状態をお伝えしました。見ての通りですね今剪定を終えたばかりの状態なので特に何か変化があるかと言いますとまだまだですね、芽が出てくるのはそうですね毎年の状態からすると5月ゴールデンウィーク明けてからですね。ただ今年はですね今日ですね多分関東の方で桜の開花宣言ですね、1週間程度なんか早いらしいのでもしかすると芽が出るのもイチジクですね、イチジクの芽吹きももしかすると早くなるかもしれませんね今年は。こちらですね私のイチジク通信の方ですね、昨年はですね毎週ですねイチジク畑がどのような状態に変化していっているのかっていうのをお届けさせていただきました。だいたいですね25週ぐらいですかね、撮影を開始して25週目ぐらいでもう収穫ができる状態にまでになっているという状態でした。今年はですね最初の方ですね、この3月から5月までの間をですね正直言ってほぼですね変化がないような状態になってきますので、ちょっとですね毎週ではなくてですねちょっと適宜様子を見てお届けをさせていただきます。芽が出てくればねだんだん変化の方が大きくなってきますので毎週ですねお届けできるような状態にさせていただきます。今回ですね第1週目なので投稿コーナーはですねできませんでしたけども、次回からですね皆様の方のイチジク写真投稿がございましたらこのイチジク通信の中で紹介させていただきます。で投稿の方法はですね昨年と同じになります。はい、一つはですねツイッターになります。ハッシュタグシャープマークですね、イチジク Vlog をつけてツイートをしてください。でもう一つは、はい、メールになります。こちらがですね投稿用のメールアドレスになりますので、こちらの方に皆様の栽培しておりますイチジク写真、そして皆様のお名前ですね、ニックネームで結構です、ニックネーム、その写真のですね、説明文をつけてこちらのメールアドレスの方までお送りください。イチジク通信の中の投稿コーナーで紹介させていただきますのでよろしくお願いいたします。今回のイチジク通信は以上となります。次回の動画でお会いいたしましょう。